パレルモの博物館に収蔵されるパレルモ石は、エジプト古王国のロイヤル・アンルズとして知られる石碑の7つの現存する断片の一つである。この石碑には、エジプト第一王朝からエジプト第五王朝初期までのエジプト王の一覧とその治世下の年ごとの重大事件が記されている。おそらく第五王朝期に作られたものである。イタリアのパレルモにあるアントニオ・セレーナス・リージョナル・アーキアロジクル・ミュージアムに収蔵され、ここから名前が付けられた。パレルモ石という名称は、カイロやロンドンの博物館に収蔵されるものを含む、ロイヤル・アンルズの現存する7つすべての断片を指す場合もある。また、これらの断片はまとめて、カイロ・アンルズ・ストーンと呼ばれる場合もあるが、カイロ・ストーンという言葉は現在カイロに収蔵される断片のみを表すのにも用いられる。パレルモ石とロイヤル・アンルズのその他の断片は、古代エジプト以来残されてきたおそらく最古の文書記録であると考えられており、古王国時代のエジプト史の重要な情報源である。パレルモ石がその一部であるロイヤル・アンルズ石碑は、もともと高さ60センチメートル、幅 2.1 メートルであったと考えられている。断片はおそらく玄武岩の一種である、硬く黒い石でできている。パレルモ石自体は不規則な縦型で、高さ 43.5 センチメートル、幅25センチメートル、厚さ 6.5 センチメートルである。表面の碑文は、右から左への6行のヒエログリフからなっている。1行目には、王朝誕生前のエジプトの下エジプトの王の名前が列挙されている、で識別される。2行目以降に続く項は、第1王朝から第4王朝のファラオの年代記、つまり、年代順に並べた各々の王の治世下の重要な出来事が列挙されている。2行目は名前が明らかとなっていない第一王朝の王の最終年から始まっているが、一般的にはこの王はナルメルまたはホルア派であると推定されている。2行目の残りはこの王の後継者の最初の9年間の年代記が書かれている。この面の碑文の残りの部分には、第4王朝の王までの年代記が続いている。文章は裏面に続き、第5王朝の3人目の王ネフェルイルカラーカカイの治世までの出来事が記されている。残った断片からでは、元のロイヤル・アンルズでこれより、先の時代の出来事が書かれていたか否かはわからない。王の名前が記載されたところには、王の母の名前も記録されている。記録された情報には、毎年のナイル川の水位の測定、氾濫、祭祀の詳細、課税、彫刻、建築物、戦争等がある。7つの断片から再構成されたロイヤル・アンルズ。P はパレルモ石、ロス1から5はカイロに所蔵、L はロンドンに所蔵石碑の元の位置は不明で、また残った、どの断片もその確かな考古学的な出所を持たない。現在カイロにある断片の一つは、メンフィスの遺跡で発見されたと言われているが、カイロにある他の3つは中エジプトで発見されたと言われており、パレルモ石自体の発見場所についての定説はない。パレルモ石は、シチリアの弁護士、フェルディナンド・グイダーノが1859年に購入し、1866年からパレルモにある。1877年10月19日。グイダーノ家がパレルモアーキアロジクルミュージアムに寄贈し、以来そこで展示されている。カイロのエジプト考古学博物館には、ロイヤル・アンルズの5つの断片が収蔵されているが、そのうち4つは1895年から1914年の間に入手されたものである。5つ目は1963年に骨董市場で購入された。小断片の一つは、フリンダーズ・ピートリーが1914年に購入したコレクションの一つとしてユニバーシティカレッジロンドンのピートリー博物館に収蔵されている。パレルモ石の重要性はフランスの考古学者が1895年に気づくまで認識されていなかった。最初の翻訳と出版は1902年にハインリヒ・シェーファーによってなされた。パレルモ石とロイヤル・アンルズが記録された年代に関しては議論がある。碑文が一度に書かれたのか、それとも長年の間付け足されていったのか、また、第5王朝以降で、いつの時代に書かれたのかについて議論が起こっている。もっとずっと遅い時代、おそらく、エジプト第25王朝時代に書かれたという説もある。碑文の内容から、そこに書かれた時代の直後に彫られたのではなく、古王国時代の原文に直接基づいていると考えられている。現存するすべての断片が同じ一つの石碑の一部だったか、異なる複製物に由来するものであるのかについても議論がある。また関連して、カイロに収蔵されているすべてが本物ではないという説もある。碑文は保存状態とその古さのため、解読が難しい。碑文が第5王朝期の原文ではなく後世の複製だった場合、複製の過程における誤りがあることも考えられる。パレルモ石や関連するロイヤル・アンヌズの他の断片は、古王国時代の歴史の重要な情報源であり、例えば他の記録には残されていない、最初の5つの王朝の王家の家族の名前等が残っている。鳥の王名表やアビドス王名表のような、エジプト新王国期の王名表では、メネスを第一王朝の最初の王で、エジプトの統一者としている。しかし、ロイヤル・アンドゥズの冒頭には、上下エジプトの何人かの支配者の名前が書かれており、エジプト統一前の時代について書かれていると考えられる。これらの王の動静については、議論がある。古代の歴史家マネとは、完全なロイヤル・アンドゥズの石碑と似た情報を用いて、紀元前3世紀頃に、エジプトの初期王朝の年代記、アイギュプティカを構築したが、現存する王名表は鳥の王名表のものと最もよく似ている。ありがとうございます。